かわいそうな亀を救いましょう。こういう亀を見かけたらまずこうしましょう。こういうふうに亀を助けましょう。そしてやっとこういうポジションに着くはずです。次に亀を正確な状態へ戻しましょう。あなたは亀を救いましたね。よくできました。知らないうちに亀は子供を産んでいるだろう。